いろいろ今話題になってる国税調査、皆さんお済みでしょうか。まあ、うちにもですねこういう封筒が届きまして、平成27年度国税調査インターネット回答の利用案内、まあ、今回からなのかどうか分かりませんけども、国税調査ではインターネットでの回答を促進しています。この封書の中に入っているインターネット回答の利用者情報、インターネット回答の操作ガイドをご覧いただき、インターネットでご回答ください。インターネットでの回答期限は9月20日20日日曜日までです。というわけで、あさってですね、まだやってないよという方、僕もまだなんですけども、これからですね僕実際にやってみようと思いますので、ご参考にしていただければ幸いでございます。でですね、これインターネットでの回答なので、パソコンからはもちろんできるんですけど、スマホからもできるようなので、今回はスマホからやってみようと思います。でこの国税調査っていうのは何かっていうことなんですけども、統計法っていう法律があるらしくて、この統計法に基づき日本に住んでいる全ての人、全ての世帯を対象にして実施する統計調査です。ご回答お願いしますと書いてあります。でですね、これどこだ、連絡先としては最寄りの市町村の文書情報課情報統計担当、まあ、もしかすると市町村によって違うかもしれないんですけども、大元は総務省統計局だそうです。で国税調査は日本の実態を明らかにする調査です。国税調査は日本の人口や世帯の実態を明らかにするため、統計法過去平成19年法律第53号に基づき5年ごとに実施する国の最も重要な統計調査です。結果は法定人口や社会福祉、防災対策などいろいろな行政資料として利用されます。調査の結果から得られる人口は我が国の人口の基本となる法定人口として選挙区の区割りや地方交付税の算定の基準などに利用されます。また男女、年齢別人口、産業別人口、昼間人口、高齢者のいる世帯などの統計は国、都道府県、市区町村の社会福祉、雇用政策、環境整備計画、防災対策などの行政資料として利用されます。結果からわかる日本の姿、右の日本地図はここに日本地図があるんですけど、平成17年から22年の人口の増減率を都道府県別に色分けして表したものです。これを見ると東京都、神奈川県、千葉県、沖縄県、滋賀県などの9都府県で増加している一方、秋田、青森、高知県など38道府県では減少となっています。このように国勢調査の結果からは日本の今を知ることができます。国勢調査は回答の義務があります。統計法では正確な統計を政策するために調査項目に回答する義務、報告義務が定められています。また回答を拒んだり虚偽の回答をした場合、罰則も定められています。あ、じゃあちゃんとやんなきゃいけないんだな。個人情報は厳格に保護されます。国勢調査では統計法によって厳格な個人情報保護が定められています。インターネット回答における通信は全て暗号化SSL TLS 方式されます。また不正なアクセスなどの監視を24時間行っています。国勢調査に従事する者は調査員、地方公共団体の職員などには統計法により守秘義務が課せられています。国勢調査を装った語り調査にご注意ください。国勢調査では金品を要求することはありません。また銀行口座の暗証番号やクレジットカード番号をお聞きすることもありません。国勢調査を装った不審な訪問者や不審な電話、電子メールなどにご注意ください。不審に思った際には回答しないで速やかにお住まいの、市区町村またはコールセンターにお知らせください。調査員は身分を証明する国勢調査員証を携帯しています。一部の地域では調査員事務を建物を管理する事業者等に委託しており、市区町村長が発行する国勢調査業務委託証明書を携帯しています。まあ、とりあえずこのインターネットでの回答っていうのを促進しているので、まあ、これに、まあ、全ての人がねインターネットで回答できるわけではないので、できなかった方にはこの調査員という方が来るんだそうです。でその時に国勢調査員証っていう身分証明書を首から下げてるそうなんで、この国勢調査員証をしてない人が来たら詐欺だと思えということなので、くれぐれも皆さんご注意ください。じゃあちょっとこれ開けてみましょうか。開けてみましょうかってことじゃない、中に何が入っているか。これ多分うかつに写しちゃいけないのかな。まずですね、このプリントが入ってます。ちょっとお見せできないですけど、ちょっと隠しますね。
濃いプリントが入ってます。平成27年国勢調査インターネット回答の利用者情報、あなたの世帯の利用者情報は次の通りです。でこの下にですね、調査対象者 ID と初期パスワードっていうのが書かれてます。インターネット回答は同封されたインターネット回答の操作ガイドに沿って行ってくださいと。それがこちらですね、平成27年国勢調査インターネット回答の操作ガイド。まあそういうわけで、じゃあとりあえずやってみましょう。で使うのはこちら iPhone5S です。でこれでですね、ブラウザサファリを立ち上げてインターネットアドレスからアクセスすると、ブラウザのここですね、ここに検索じゃなくてここにね、あの URL が書いてあるんですけど、 URL を直接打ち込むということみたいです。あの検索しても検索に引っかかるようにはなってないみたいですね。なので http://www.e-kokusei.go.jp/ とこれで GO。はい、国勢調査2015国勢調査オンライン窓口へようこそっていう、画面になりました。でここからですね、この回答をするっていうのをタップすると、で始めにっていうこういうのが出てくるので、これで回答を始めると。ここにさっきのインターネット回答の利用者情報のプリントに書いてあった調査対象 ID、 これを入れます。なんか キーの配列が独特だなこれで、パスワード、ここに初期パスワードを、入れます。これね、キーの配列がね独特なので、ちょっとこれいつものやつみたいにスラスラとはちょっと打てないかなという感じもしますが、でこれでログインと、はい、ログインしましたね。ログイン後画面に表示される案内に従って10月1日木曜日現在の状況を入れてください。所要時間は単身世帯で10分程度、4人の世帯で20分程度ですと、いうことなんで回答をしていきましょう。データ入力でいいのかな、回答データ入力、世帯の人数、男性の人数、女性の人数で、次が世帯の種類、一般世帯括弧一人世帯、会社との独身寮の入居者を含む、学校の寮、寄宿舎の学生生徒、病院療養所の入院者、老人ホーム等の社会施設の入居者、いや一般ですね、一般で次へ進むと、世帯構成員、次へ進む、世帯について、世帯主との続き柄、よしで次へ進む、出生の誕生日ですね、誕生日が昭和何年かっていうのと生まれた月、日まではいらないみたいですね。次へ、それぞれの配偶者の有無、それぞれの世帯員の方について配偶者の有無を選択してください。未婚、よし、国籍日本人です。次へ、現在の場所に住んでる期間、もう20年以上じゃないか、うん、20年以上ですね。次へ、9月24日から30日までの1週間の仕事、主に仕事、住居について、住居の種類、うちは持ち家です、住宅の建て方は一戸建てです。データの入力は終了しました。データはまだ送信されていません。電話番号、郵便番号を入力後、入力内容の確認ボタンを押してください。電話番号、これ家電入れましたけど、家電ない人携帯でいいのかな、郵便番号、ハイフンは入力しなくしていただかなくても構いませんってことは、入れてもいいのかな、まあいいか。都道府県が神奈川県、入力内容の確認、よし、
あなたの入力内容は次の通りです。これで回答が終わりだそうです。ということで、送信画面進む。パスワードの設定。送信したデータを保護するため、パスワード、英字と数字が混在した8文字以上、32文字以内の半角英数を設定してください。新しいパスワード。新しいパスワードを設定したので送信と。回答データを送信します。よろしいですか？はい、 OK です。受付結果を確認してください。10月1日木曜日までに世帯員の移動など回答内容に変更が生じた場合は再度ログインしていただき修正をお願いします。なお修正は10月20日20日火曜日まで可能です。ご回答いただいた内容については市区町村で確認し不明な点があった場合にはいただいた電話番号にお問い合わせする場合があります。紙の調査票の提出は不要です。終了ということでございまして、ちょっと終了ボタンを押す前に、国勢調査を装った語り調査にご注意くださいと、冒頭でも言ったんですけども、語り調査、国勢調査を装った、詐欺不審者が来る可能性がありますので、国勢調査印証っていう身分証明書をつけた人が来ますんで、それをつけてない人は偽物だと思っていいと思います。詐欺だと思っていいと思いますので、直ちに市町村とかあとこのコールセンターに連絡をしてくださいとのことです。で、一応ですね、国勢調査コールセンター、国勢調査についてのお問い合わせっていう電話番号が書いてありますので、こちらでございます。国勢調査コールセンター 0570-07-2015、設置期間が平成27年10月31日まで、土日祝日もご利用いただけますと。受付時間が朝8時から午後の9時まで。結構お役所の割には長くやってくれてますね。というわけで終了でございます。受付結果確認画面を終了しトップページに戻ります。よろしいですか？はい、 OK です。はい、トップページに戻りましたね。はい、というわけで、国勢調査、回答終わりました。まあ世帯というかね、ご家族が多い方だと結構入力するデータがね多くなるんで時間はそれなりにかかるとは思うんですけど、でも単身世帯で10分程度、まあ4人で20分程度っていう目安だったんですけど、まあそんなにかからなかったかなというか、まあ今回はねちょっと喋りながらと動画撮りながらやったんでちょっと長くはなりましたけど、ここにまあ普通にねこう読まずにというかね、こう音読せずにね、やればもっと早くできるとは思いますので、皆さんこれ回答の義務があるそうなので、皆さんインターネットでできる方はインターネットで20日までにやってみてください。パソコンでもスマホでもできるそうなので、パソコン持ってないよっていう方はスマホで回答してみてくださいませ。回答してくださいませって別に総務省の回し物でも何でもないんですけども、まあね、どんなもんかな、まだやってないなっていう方のご参考になれば幸いでございます。というわけで国勢調査 2015iPhone からやってみましたっていう動画でございました。国勢調査か、まあちょっと恥ずかしながら自分で初めてやってみました。はい、こういうのもあるんですね、世の中。